鮮やかな色や優しい色、今まさに見頃を迎えているバラを堪能します。訪れたのは七戸町にある東八甲田ローズカントリー。広さ5ヘクタールほどのバラ園でおよそ50種類6000株のバラを育てています。澤田アナウンサーが体験したのはガーデンガイドツアーです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。広々とした素敵なガーデンですね。ありがとうございます。案内してくれるのは東八甲田ローズカントリーの農場長、田栗博之さんです。ツアーは園内の説明を受けながら散策、ハウスでのバラの摘み取り体験、さらにバラの紅茶をいただけるというバラを存分に楽しむことができる内容となっています。早速見頃になっているバラ園を散策します。すごく綺麗なガーデンですが、はい、どんなバラが多く植えられてるんですか？そうですね、大輪系のバラが多いんですよ、はいはいはい、ただこの敷地の広さを生かしてですね、こう横に這うバラもたくさん植えてあります。じゃあまさに今こちらに植えられてあるのが横に這っていくバラですか？はい、そうですね。さらに園内を歩いていくと、ここで疑問が。田栗さん、はい、バラって地面のすぐ近くにボリュームがあるイメージがあるんですけれども、こちらは視線の高さにボリュームがありますね。そうですね、ここの部分が野バラ で、 ここに接ぎ木をしてこの品種を、はい、で仕立てた、スタンダード仕立てというかそういうバラになります。ちなみに田栗さんのおすすめのバラは、ノックアウトっていう品種です。ノックアウトですか？はい、面白い名前なんですけども、はい、バラの中でも病気とか、その虫に強い、ノックアウトするって意味からノックアウトっていう名前が付けられたんですよ。中にはこんな名前のバラも。マッカートニーローズっていう名前で。マッカートニーはポール・マッカートニーですか？そうです。に捧げられるために付けられたという名前の品種になります。名前がマッカートニーなので、結構お客さんなんか真っ赤じゃないかっていうイメージを持たれる方多いんですけども、はい、マッカートニーですがピンクなんですよ。面白いです。続いてはバラがかかったアーチをくぐります。白いお花は、はい、花びらの枚数も結構少ないように感じるんですけど。そうですね、一重咲きなんですけども。これもバラですか？はい、これはキフツゲートっていうバラになるんですけども、はい、バラの原種に近いような品種になって、ちょっとなかなか他では見ることができないような品種になります。バラ園を散策した後はバラの摘み取り体験を。ハウスには6種類のバラが育てられていて、お土産に5本持ち帰ることができます。どういうものを摘み取ればいいんでしょうか？はい、こういったつぼみのものだと咲かない可能性があるので、ある程度開いたものを摘み取った方がいいです。切る花を見つけたら、ずっとこう下に下がっていくと、ちょうどこっから枝が出てるので、ここから切ります。お、切れました。立派なバラを摘み取れました。嬉しいですね。なかなかハウスでバラを摘み取るってことなかなか経験しないですもんね。そうですね、はい、摘み取ったバラは長持ちさせるためには、たっぷりの水に1日つけてから切って花瓶に生けましょう。茎を斜めに切って吸水面積を広くすることもポイントです。
ツアーの締めくくりはバラの紅茶をいただきます。甘いいい香りがします。いただきます。バラの華やかな香りが広がってすごく幸せな気持ちになります。訪れたお店ではバラのソフトクリームも人気を集めています。また店内にはバラの切り花も。このほか東八甲田ローズカントリーのバラを使った石鹸も販売されています。今見頃を迎えているバラ園なんですけども、四季咲きのバラがたくさんありますので、次から次とつぼみが咲いてきます。ですので、ずっと楽しむことができますので、この後もぜひこう足を運んでいただければなと思います。バラ園の入場は無料で、今回紹介した園内のガイドツアーは有料で予約が必要です。